はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は、栃木県日光市の、東武ワールドスクエアの、現代日本エリアにやってまいりました。パチ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 ということでね、早速ですね、国会議事堂ですね、1936年ということで、1920年に着工し1936年に完成しましたと。大蔵省臨時議員、建築局の設計で、内外の装飾は当代一流の美術家、工芸家、そして多くの優れた職人によって作られましたと。また建築にあたっては全て国内の石材が用いられていますということですね。あの郵便ポストとかね、あのドアノブとかはね、なんかアメリカ製使ったりとかしてるんですけどね、まあ、それ以外はね全部国産ということでね、まあ、日本のね、国会ですからね、日本の材料で、ほとんどね、まあ、できてるわけですね。参議院とね衆議院によって真ん中にはね岸田首相がねいますね。ここには公用車がね止まってますね。でこちらにはですね、東京駅ですね。東京駅がありますね。やっぱりね日本の中心ですからたくさんの人がね行き交ってますね。このねこの辺にはホテルがねこの建物の中にありまして、1914年ですね、東京の玄関口として建てられたこの建物はオランダのアムステルダム中央駅をモデルにしたと伝えられていますと。戦災によりドームを乗せた屋根が落ちましたが今なお我が国最大級の、赤レンガ建築で毎日多くの人々が利用していますと。建築は完成当時の東京駅を再現しましたとですね。昔のね、東京駅ですね。裏にはねあのヤンマーとかね昔八重洲口こんな感じでしたよね。まあ今はねなんかすごい変わっちゃいましたね八重洲口はね。今ね中央線がね走ってますね。で東北新幹線も走ってますね。でこっちにですね、スカイツリーですね。まあ東武ワールドスクエアですからね、あの東武鉄道のね、施設ですからね、まあ、スカイツリーも東武が作ったものですからね。墨田区にある日本古来の技を再現するなど最新技術を集めた世界一高い電波塔東京スカイツリーは、2012年に開業しましたと。高さ武蔵で、ね634メートルで350メートルと450メートルには展望台が設けられ、眼下には東西400メートル、広さ 3.69 ヘクタールによるスカイツリータウンが誕生しましたと。まあショッピングセンターがね空町っていうのがねありますよね。駐車場もあるんですね。でここに東武がね電車が走ってますね。下の方はねこう三角形になってますよね。上の方はこう丸くなってて、昔の五重塔をね、の技術をね、まあ、応用したっていうふうに言われてますね。でここに東武のねあの本社ビルですね。これね押し上げですよね。でここに、迎賓館がねありますね。水があって東京の迎賓館1909年ってことで、四谷にあります迎賓館ですね。1909年ですね、時の皇太子後の大正天皇の東宮御所として計画され、ベルサイユ宮殿を手本にして作られましたと。一時期、国会図書館として使用されており、
一般の人々にも親しまれていました。1974年迎賓館として生まれ変わり、国賓のために使用されてますってことですね。国旗がね掲げられてますね。ゲストハウスってことですね、これね。向こうにはね東京タワーがね見えますね。でここにはね成田空港がねありますね。先にねちょっとね帝国ホテルを見ていきたいと思います。昔のね帝国ホテルですね、日比谷にある。今はねあの近代的な建物ですけどね、昔はこんな感じで明治村にねこれが残されてますよね。1923年、旧帝国ホテルはアメリカの有名な建築家フランク・ロイド・ライトによって設計されましたと。全館完成したのが1923年で、9月1日の披露式の当日、関東大震災が起こりましたが、建物の被害は逃れましたと。その後海外から多くの お客様を迎え、近代日本を代表する建物として、大きな働きをしましたということですね。まあ、ライトっていうね有名な建築家ね、建築したんですけどね。もう宇都宮にねあの大屋あの大屋ですね、大屋ってありますよね。あそこの石をね使ってるんですよね。側面はこんな感じで、電話ボックスもねありますね。向こうには東北新幹線がね走ってますね。でこれは東京ドームですね。今はね巨人大栄戦やってますね。まあ、今大栄ってねソフトバンクになっちゃいましたけどね。1985年東京ドームは日本初の大規模エアドームによる全天候型、多目的スタジアムですと。それまでの後楽園球場に代わるもので、スタジアムには5万6000人のが収容でき、プロ野球をはじめ、フットボールやコンサートなどにも使われていますと。ジャイアンツのね、本拠地ですよね。文京区にねありますね。ここね飛行機がね止まってますね。東武ワールドスクエアと。でこれがね成田空港ということでね、この東武ワールドスクエアだから一番大きいね、ものらしいですね。1992年ですね。第2ターミナルとして建てられてましたと。日本の玄関口として数多くの飛行機の離発着があり、国際色豊かな旅行者の慌ただしい雰囲気が伺えますと。ね、第2ターミナルですね。まあそういったあの貨物とかね、あの物資をね、物流のそのトラックとかもね走ってますね。でここにはね、飛行機がね、止まってますね。でこれは航空会社のね、トラックがね、物資をね運んでますね。まあ、おそらくねあの荷物とかでしょうね、積み込んでるんでしょうね。これねルフトハンザとかね、ノースウェストとかね、が止まってますね。まあ本当にまさに日本の玄関口ですよね。あ、ここに JAL がねこれから離陸するんでしょうかね。ジャパンエアラインズがねありますね。アリアナ、あのイタリアの、ね、航空会社ですね、あれね。あ、リタリアですね、アリタリア航空ですね。でこれがねアナですね、全日空ですね。本当に、まあ、飛行場はねやっぱ広いですよね、やっぱね。 KLM
大韓航空もね、向こうに見えますね。Attention, please. All Nippon Airways flight one is now arriving. エアポートリムジンがねありますね。まあ電車でも行くことできますけどね。まああのエアポートリムジンでもね行くことができますね。でこれがね東京タワーですね。25分の1ということで。1958年ですね、東京都をはじめ関東一円に電波を送り届けるために1958年に東京電波塔として、建てられましたと。高さは333メートルとパリのエッフェル塔よりも高く、当時の世界一でしたと。現在でも、東京観光の中心となっておりと。まあ、まあそこにね学生服着たね修学旅行生いますけどね。どうなんですかね、修学旅行生は東京タワーまだ行くんですかね。まあ、スカイツリーの方に行く人が増えてるのかなって感じしますけどね。まあ、人によってはねスカイツリーよりこっちの方が好きっていう人もいますよね、やっぱね。でこの、下がねこれがあの、まあ、商業施設になっててね、レストランとかお土産物屋さんとかがね入ってますね。でここにですね東京国立博物館ですね、上野の博物館がねありますね。関東大震災によって壊れたため1931年に設計協議を行われ、ジャワの民家からヒントを得た案が採用されましたと。表慶館は明治時代の時の皇太子のご成婚を記念して建てられた美術館ですとですね。真ん中がねこれが本館ですね。目の前に噴水がありますよね。ジャワの民家のねヒントを得てるってことでね、まあ、そういったテイストがね入ってるわけですね。でこっちは表慶館ですね。大正天皇の結婚の記念と書いてありましたね。この辺の木もすごくね精巧ですよね。すごく手入れされてますね。大変ですよねこれね。ここにあの聖火ランナーがねいますね。これは代々木のね、競技場ですね。国立代々木競技場ということで、まあ、原宿の駅からね見れるやつで1960年ですね、東京オリンピックの屋内競技場として建てられましたと。水泳バレーボールをはじめ多くの屋内競技を行うことができ、オリンピックや国際競技など数々の、まあその昔のね東京オリンピックの時に使われたところですね。応援団がいますね、胴上げしてますね。丹下健三の代表作ですね。でこっちにですね横浜の港がね再現されてますね。こっちは漁港ですね、マグロ、マグロのね、水揚げ風景ですね。日本の漁港ですね。向こうにアメリカエリアがありますね。でこの藤丸っていうのがね、これは横浜港に停泊してるやつですね。ここは富士山のね、形してますからね、一発で分かると思いますね。1989年に就航した、藤丸は、海運国日本とレジャー時代の経験に伝わって相当する
豪華客船ですね、これね。ここにね、ジエロンが流れ見えますね。これは倉庫ですかね。ここに灯台がありますね。吹角灯台。あ、これあれですね、台湾の灯台ですね。台湾本土の最北端で日本に一番近い場所にあり、航海設備を整えるために1897年日本人が台湾で初めて建設し、航路の標識にもなりましたと。台湾の灯台ですね。日本人が作ったものですね。はい、ということでですね、ここで、日本エリアをね、現代日本エリアですね、終わりにしたいと思います。